あれは確か、すごく天気が良くて、蒸し暑かったと思います。なんだろうな、ただなんだろう、自転車で走りたかったっていう日でもありましたね。それは当然です。その常に僕の中で、その突発的なことは起こり得ると思っているんで、常日頃からそういった準備をしていたと思います。そう、朝起きた時にもしかしたらっていうのはあったのかもしれないですね。そういった虫の知らせですか、そういったものが少し、それを言うんですか。自分にとって、良くはないですよね。それに限らず、何かに、これからも、僕は楽しくね、人生を歩んでいきたい。そのためにも、こういったことがあった時に、すべて自分で対応していける、そんな自分にこれからもあり続けるべきだと思います。はい、YouTube アニマルランドへようこそ。はい、私やらかしてしまいました。令和初の配信でございます。さあ、今から私素人が実践でパンク修理をしていきたいと思います。それでは実践スタート。まず再婚を外します。あのボトルつけたままでジャーってやるんですか？さっきね、ほんとパシューンってね、うん、音が鳴ったんですけど、これがね、あのお盆のミステリー、はい、日本のお盆のミステリーです。皆さんもお気をつけください。じゃあ、あのアウタートップにしたら、車体を裏返しにするそうです。そしてクイックレバー外します。コトさんのやつは全部外さないと外れません。それこの間もやりましたよね。はい、じゃあそれじゃあリアホイール外します。この時にアウタートップにしてあげると外しやすいです。はい、はい、それライト外れました。ですね。ではこの状態で焦らずですね、パンクした場所チェックしてみましょうか。石を踏んだんですよ。結構しっかり踏んでんだ。これだ。横が切れてるか。さあ、次週。思ったよりも大きい傷が、の巻。お分かりいただけましたでしょうか。結構これね、見た目ですぐざっくりといってます。バルブの反対側からしてみたら2時の位置ですね。穴の位置。穴の位置だ。穴そんなとこでしたっけ。ここです。あ、ここか。2時の位置ですね。あ、はいはい、はい、だいたい覚えておきましょう。はいはい、予感がしたのよ。予感がしたんだ。へえ。あ、今日そんな風にやるんだ、こっちさ。緩いんだね。コンチのタイヤって緩いんだ。 25C は緩いんですよ。はい、こんな感じですね。あ、これか。あ、開いてる開いてる。あれ、これ、あ、これですね。うん、開いてる開いてる。見事ですね。あの、チューブはちょっと分かりづらいですけどもね、これぐらい結構ざっくりと穴が開いてるっていうことですね。貫通してるもんね。あ、見事に穴ですね。穴ですね。うん、一応これパッチ貼っておきますね。これ応急処置らしいです。パークツールの、型番が TB-2、はい、というものです。はい、今日のレビューは以上です。今立った時にちょっと立ちくらみしましたね。はい、暑いですからね。この真夏のね、タイヤ交換はご注意が必要です。ゴチャムービー。真夏の CO2 ってやつですね。意味わかんないですけど。真夏は CO2 です。ね、
それでは歌っていただきましょう。アニマルランドで真夏は CO2。 ちょっと多めに入れてみましょうか。うん、ちょっと多めに入れて後で抜けばいいと思います。はい、そしたらびっくりしたね。はい、まずこの、はい、これですね。そうなんですか。違います。いや、それの違います組み合わせも違います。まずタイヤをはめます。そうです。バルブの位置にこのマークの作るようにすると目安になっていいんでしょう。まず肩がビートをはめます。ミシュランのクロスリー硬いからね。ランドさんの1回ペンパンペン何や、パンクですよ。パンクしましたよね。じゃスルッと入るでしょ。入りますね。うん、本当に柔らかいです。すごい柔らかいですよね。もう本当にこのままスッスッと。でポイントがこの姿勢です。皆さん覚えてます、この姿勢。絶対それ絶対なの。この姿勢で効果に入る。はい、いきました。はい、そしたらね、噛んでないかっていうのを確認します。はい、噛んでないですか。僕は噛んでますからね。あ、そうですね。はい、 OK です。そしたら先ほどのこの CO2 分、はい、真夏の CO2。 じゃあプッシュです。そんな力いるのこれ、ね、もうだいぶ真っ白に冷たくなってますね。真っ白になってる、うん、結構これねバルブ冷たくなりますから。あーね、うん、コットさんもう打ち止めみたいな感じ。何ですかそれ。どういう意味ですか。はい、以上です。割とあのランドさんよりも半分の時間で僕は交換することができました。うるさい。ということで CO2 分離があると非常に便利です。そうですね、このようにシコシコしなくても、うん、結構な、さっきのパッチが見えてます。あ、うん、はい、これは一応ですね、あの応急処置ですので、あのすぐ家に帰ってからこのタイヤと、そしてあの空気圧をね、適正な数値に入れてしておくといいです。応急処置ということになります。はい、このキャップどうしたのかなってずっと思ってたんですけど。はい、それじゃあホイールはめていきます。はい、ちょっとこのようにディレイラーをね、こういうふうにしてあげるとやりやすいですね。はい、それじゃあ、あ、今あ 2枚目に入ってますね。1枚目に入れてください。はい、私櫛が2枚目ですからね。はい、1枚目、はいはいはい、そしたらスルッといきますね。はい、いきますね。はい、ランドさん正直言うと、ま、負けたと思ってるでしょ。え、あ、結構校長さん何テキパキ やるじゃないって正直思ったでしょ。使用するのがいいですね。なんて言ったってね、小スペースで、あの非常に瞬時に空気が入る。400円ぐらいかな、だいたい400円ぐらいですので、結構ね、コストはかかりますが、うん、あのまあ、小スペースとして、あの非常にね、手間がかからない、空気をいじるときに手間がかからない、瞬時にできるということで非常にいい使用するものです。一つ一本持っておくといいです。今ならこちら金利手数料、アニマルランドの方で負担で、こんなことはやってない。今これまだ1本入ってます。あ、もう1本入ってんだ。あ、じゃあもう1回パンクしても OK なんでね。まあ1回成功する可能性もない。そうだよね、失敗することもありますからね、はい、そういう人またもう1本、うん、以上、コートのパンク修理講座、コートでございます。コートだったんだ。この動画良かったなと思う方はグッドマーク、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。あ、ちなみにツイッター、インスタグラムやってます。よかったらお気軽にフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。レバー下、右斜め下、右と同時にパンチボタン。レバー下、右斜め下、右と同時にパンチボタン。
レバー下、右斜め下、右と同